ただいま、エリー。具合はどうだい？今日はとっても愉快な人たちに会ったよ。春日さんって言ってね、日本から来たらしい。外でしょぼくれてたわしの話を笑わないで聞いてくれてね。しまいには力になるぜなんて言ってくれたんだ。なんだかそれだけで嬉しくてね。何の得もないのにまっすぐそう言ってくれた彼が、なんだか物語の王子様みたいに見えたんだ。笑っちゃうよな。全然そんな柄でもない。わしは誰かの、いや、エリーの王子様になれたのかね。ずっと家にもいないで仕事ばかりして寂しい思いをさせてしまった。ようやく時間ができたというのに、今のわしは何もしてあげられない。王子とはほど遠いよね。ごめんよ。なんだか今日は暑いな。窓でも開けようか。あなたは素敵な私の王子様ですよ。今も昔もずっとね。エリー、ありがとう。あなたがいない時間は確かに長かったのかもしれない。でもその時間もずっとあなたの優しさは感じていましたよ。だって私のために頑張ってくれていたんでしょう。今日だってそう。私はあなたからたくさんの愛情をもらったわ、エリー。だからそんな顔しないで。綺麗。ありがとう、春日さん、組長さん。ゴンダーラ組出陣や。これはなかなかの重労働だが、やってやるぜ。うわおやじ、これおむつ足りますかね。あ、ほんだれ、足りなくなったら今お前が履いとるそのおむつを使うまでじゃ。すっぽっぽんになっても最後までやりきるで。へい。本当に雪が見られるなんて、日本で二人で見たあの日を思い出すわ。本当に綺麗。オーランド、あなた魔法が使えたのね。知らなかったわ。もちろんだ。わしはエリーのためなら何だってできるさ。魔法使いにだってなれる。このくらい遊べしまえだよ。だからもっとしてほしいことはないか。何でも言ってくれ。お願いだから。でももう十分よ。こんな素敵な贈り物をもらって私は世界一の幸せ者ね。ありがとう。十分なんて言わってくれ。わしはまだ。それじゃあ最後のお願い。なんだい。笑ってちょうだい。あなたの笑顔を見ながら眠りたいの。せっかく綺麗な雪なのに王子様がそんな顔じゃ台無しだものね。だからお願い。ああそうだね。
その通りだ。ゆっくりおやすみ、ヘリー。雪、溶けちゃったな。二人に雪、届いたかの？きっと届いたさ。笑えるほど綺麗な雪を見せられたと思うぜ。せやな、ハワイの雪っちゅうのもおつなものやな。